共同大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、どうもオレンジレンジひろきです。この間ジャイが楽しかったですね。やっぱあの規模でこうフェスをやるっていうのはすごく大変なことだと思いますけども、それでもやっぱあえて成功させたっていうのはすごいなと思いますよ。何よりね、こう、まあ、コロナ対策もそうですけど、自分たちが出番終わった後に他の演者さん、アーティストを見に行こうっつってこう僕行ったんですよ。そしたらね、その時たまたまパス持ってなくて警備に止められました。このやっぱセキュリティ体制っていうのはやっぱりね、素晴らしかったですよ。それを突破できるぐらいもうちょっと売れたいですね。頑張ろうって思いました。さあ、まあ、そんなオレンジエンジンなんですけども、10月からまた新たなツアーが始まります。奇想天外若口シゲというタイトルがついてますけども、この前今のこのオレンジエンジンと、あとはまあ結成から20年経ってますので、そういった歴史の詰まった内容にしたいなと思ってますので、ぜひ皆さん、まあ、こんな状況でね、なかなか難しいとは思いますけども、はい、遊びに来ていただけたら、一緒に楽しい時間を過ごせたらなと思います。10月の1日ですね、ZEP 大阪ベイサイドの方でありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。以上、オレンジエンジンのひろきでした。